オニール8歳は東京都世田谷区出身のバレエダンサーである。3歳からバレエを始め、8歳で父親であるクリス・オニールの故郷のニュージーランドに移住した。2008年にオーストラリアバレエ学校に入学し、2011年に主席で卒業した。同年、パリオペラザバレエ団とシーズン契約を結び、2013年に正式団員となった。その後昇進を続けて、 2016年1月に、プルミエールダンス、ズーに昇格した。コンクールでの受賞歴は数多く、主なものとしては、ローザンヌ国際バレエコンクール、ユース、アメリカグランプリ、バルナ国際バレエコンクールなどである。2016年、バレエ界のアカデミー賞と言われる、グノア賞を受賞した。東京都世田谷区の出身、ニュージーランド人のラグビー選手であるクリス・オニールと、 日本人の母との間に生まれた。名前については、8日生まれで英語でも、発音しやすいからという理由で命名されたという。バレエを始めたのは3歳の時で、岸辺光代に指示した。体を動かすことが好きで、乗馬やスキー、そう高飛びにも取り組んでいた。指導者の岸辺は幼い頃のオニールについて、小柄で、目がキョロキョロしていて、ネズミさんみたいでしたよと回想していた。 岸辺の指導は厳しく、トーシューズでに回転できるまで、ニュージーランドに返さないよ。などと言われていたが、高い技術を体得することができた。クリスの現役引退を機に、彼の故郷であるニュージーランドに移り住んだのは8歳の時であった。大好きなバレエをやめることは全く考えなかったため、母親が見つけてきた、マウントエデンバレエアカデミーに入学して、バレエを続けた。 ニュージーランド移住後も夏休みを利用して日本に戻り学校とバレエ教室に通っていた。日本とニュージーランドを往復する生活は友達に会えるのが楽しかったため国ならなかった。日本滞在時にはバレエコンクールに出場した。当初は4位や5位の成績が続いたものの岸辺から見てオニールが落ち込む様子はなかったという。小柄だったオニールは中学生になると背が高くなり、 20代になると1 7 2センチメートルまで伸びた。それとともにコンクールでの成績も良くなってきた。中学2年生の時までは年末年始の合計6週間ほどを東京で過ごし学校にも通っていた。本人はパリオペラザバレエ学校とパリオペラザバレエ団に幼い時から憧れていて13歳か14歳頃にパリオペラザ バレエ学校宛てにビデオを送っていたがその時は何の返答もなかった。その直後の2007年にユースアメリカグランプリに参加して高成績を収めオーストラリアバレエ学校のスカラシップを獲得した。パリオペラザバレエ学校とパリオペラザバレエ団に入りたいという夢はあったもののビデオの返事がなかった時点で無理かと思い2008年にそれまで年に数回 インターナショナルトレーニングプログラムに参加していたオーストラリアバレエ学校で本格的にバレエに取り組むためにフルタイムの学生として入学した。オーストラリアバレエ学校在学中の2009年に本番の舞台でトウシューズの紐がほどけるというハプニングに見舞われたもののローザンヌ国際バレエコンクールで1位を獲得した。2010年には再度ヤグップに参加して シニア女子の V1 位に入賞した。ヤグップ参加後に受けたインタビューで、同席したオーストラリアバレエ学校の校長から、最初のヤグップの時、エリザベット・プラテルも来ていて、実は彼女も君は欲しがったんだという話を聞かされた。その時は、オーストラリアの方が、当時、オニールの住んでいたニュージーランドから近いという理由で、プラテルが譲ったような形になっていた。 その話を聞いたオニールはパリオペラザバレエ団の入団オーディションを受けることを決意した。オニールは2011年にオーストラリアバレエ学校を主席で卒業した。卒業後にパリオペラザバレエ団の入団オーディションを受けたもののパリオペラザバレエ学校出身ではなく外部から受験したオニールの結果は4位に終わっていた。先に入団を決めたのはパリオペラザ バレエ学校から受験した男女であった。パリオペラザバレエ団への入団という目標を失った。オニールは当時住んでいたオーストラリアへの帰国の途に着いた。しかし帰国の途上でシーズン契約決定の電話を受けた。オニールは2011年にパリオペラザバレエ団とシーズン契約を結び2年間カドリーユとして踊っていた。入団当初は言葉の壁もあってパリオペラザ バレエ学校を卒業して入団した周囲のダンサーたちとの距離も感じたというが、一年ほどで打ち解けることができた。ダンサーとしても、我がのはメソッドの流れを組むオーストラリアバレエ学校と、シンプルでエレガントなパリオペラザのスタイルの違いに戸惑い、慣れるまでに時間がかかった。少しでも早くパリオペラザのスタイルを身につけようと強く、意識して、休日以外は毎日レッスンに出た上に、 さらに個人レッスンも受けていた。2013年、その実力が認められて、正規団員となり、以後はコリフェ、スジェと毎年のように階級を上げた。2014年にはバルナ国際バレーコンクールに出場して、銀賞を受賞した。バルナへの出場を決めた理由は、当時、コリフェとして舞台に立っていたため軍部では、なかなかパドズを踊るチャンスがないことから、 コンクールを通してパドゥで舞台に立つという経験を持ちたかったためであった。パートナーは同年にパリオペラザバレー団に入団したジェレミール・ケールでオニールとは同年齢でもあった。コンクール出場に際してオーレリー・デューポンからはグランパクラシックとドン・キホーテ・アニエス・ル・テステュからはジゼル二幕のパドゥの指導を受けた。コンクールの直前7月16日まで パリオペラザバレエ団で舞台に立ち、その翌日にバルナに入って18日にはコンクールが始まるという強行日程で、しかも決勝に残るにはパドドの演目を踊らなければならなかった。コンクールの結果、オニールは銀賞、ケールは銅賞獲得を果たしている。スジェニ昇進後の2015年4月、白鳥の湖で主役デビューを果たした。オニールは、 白鳥の湖について憧れの作品で主役デビューできるなんて、軍部の立場から見ていた主役を自分が演じるのは不思議な感じがしましたとその喜びと驚きを語り、観客や批評家にも好評であった。2016年1月にはプルミエールダンス、図に昇格したが、オニール自身もそのスピードに驚いていた。オニールには白鳥の湖を鑑賞した振付へのピエール、 ラコットから自分がイメージしたヒロインだとパキータ主演のオファーを受けるという幸運が重なっていた。オファーがあったのは本番のわずか2週間半前という慌ただしさだったが、オニールが踊り演じたパキータのタイトルロールは高い評価を受け、バレエ界のアカデミー賞と言われるウノア賞にノミネートされた。2016年5月17日。 モスクワのボリショイ劇場でブノワ賞受賞者が発表された。オニールは女性ダンサー部門でスペイン出身のアリシア・アマトリアンと同時受賞を果たした。受賞決定後にオニールは言葉になりません。岸部先生、本当にありがとうございましたと恩師に感謝していた。後のインタビューでは当時を振り返って表彰式では間違えて名前を呼ばれたのかと思いました。 今でもリアルな感じがしませんとその驚きを語っていた。パリオペラザバレエ団以外での舞台出演も増え、2016年4月にマリーンスキーバレエ団でラバヤデールのカムザッティを踊り、夏にはマリーンスキー国際バレエフェスティバルに客演した。ブノア賞受賞後の2016年7月、日本に一時帰国して、京都バレエ団でドンキホーテの主役キトリを踊っている。オニールは、 今後について、エトワールになるのが夢だけど、昇格は、私の力だけではどうしようもないとインタビューに答えていた。それとともに、どんな役でもバリバリ踊って、名前が残るダンサーになりたいと目標を語っている。パリオペラ・ザ・バレエ団では、クラシック・バレエやロマンティック・バレエの重要な役の、他にも、ウィリアム・フォーサイスの、アプロクシメット・ソナタ、ジャスティン・ペックの、インクリージズなど、 コンテンポラリーやネオクラシックの作品を踊って活躍の場を広げている。なお、バレエ用品メーカーのチャコットは、オニールをイメージキャラクターとして起用している。オニールはニュージーランドへの移住後も、家庭内での取り決めによって母及び二人いる、弟とはずっと日本語で会話していた。そのため、日本国外での生活が長年にわたっていても、日本語での会話などに不自由な点はない。 本人は日本とニュージーランドの二つの祖国を持つことを誇りにしていてどちらの国もふるさとだと思っていますとその思いを語っていた。日本での成人式には母から譲られた振り袖姿で出席しあんこなどの和菓子が大好物だという。母親は石原良純と慶應義塾幼稚舎時代に同級生で慶應義塾幼稚舎、慶應義塾中等部、 慶応義塾女子高等学校を経て、慶応義塾大学文学部国文学専攻を卒業した。JAL の客室乗務員、慶応義塾幼稚者の英語講師を経て、結婚後は専業主婦をしている。父親は1963年、ニュージーランドタラナキに生まれた。ラグビーで活躍し、ニュージーランド学生代表に選ばれた。 1988年、日本ラグビー開発のスケット外国人選手として来日し、伊勢丹ラグビー部に所属し3部を一部へ昇格させた。1989年、友人と六本木のディスコに遊びに来ていた、現在の妻に話しかけ、1992年に結婚した。父からは講演の前に、準備、集中、実行という内容のショートメールが英語で届いている。 オニール自身は父とはすごく似ていると自己分析し、共に控えめでリスクを犯さないタイプ、母に対してはリミットなしのポジティブさで寄り添ってくれるという。男性のダンサーからは踊りやすい、仕事がしやすいと言われているが、それは気度哀楽の激しいフランス人女性よりも気持ちが安定しているためではないかとも発言している。オニールは日本への一時帰国の際には、 恩師である岸辺のバレエ教室を訪れて、後輩たちを熱心に指導している。岸辺はオニールについて、賞をいただいても満身するような子じゃない。もっと成長すると思いますよと将来性を高く評価していた。パリオペラザ・バレエ団芸術監督のオーレリー・デュポンも、とてもいいダンサーと、その存在に注目している。デュポンは、バルナ国際バレエコンクール以前にも、 教室の片隅で自習していたオニールに声をかけ、それ以来機会があるごとにアドバイスをしていたという。バルナ国際バレーコンクールで審査員を務めた森下洋子はきちんとした佇まいで、とても感じの良い踊りでしたとオニールへの交換を語った。バレエ評論家のジェラール・マノにはジゼルでミルタを踊ったオニールについて、これまでの多くのダンサー以上に過細く繊細だったが、 その比類ない様相は感動的という以上であり、足さばきは魅惑的だ。白鳥の湖のオデット・オディールでは、ノエラ・ポントワの系譜に連なる、この種の役に理想的な体型に恵まれている。完成したバレリーナの振る舞いを見せ、すでに美しく成熟し、中でも型には満足のいく厳密さがあったと評している。A.B. オニールの父はニュージーランド出身で12年間にわたって、 伊セタンラグビー部で、スクラムハーフとしてプレーしていた。クリスはニュージーランドからラグビーをしに、日本に来た初めての外国人であった。フッツ、プリマイヤーダンセウセ。パリオペラザバレエ団の階級では、上から2番目にあたり、エトワールのもと、スジェの上で、ソロや主役級、準主役級などを踊るダンサーが所属する。男性の場合は、プルミエールダンスウールと表記する。 日本出身者では2014年に木田マリコが受賞している。オニールの母によれば彼女は日本国籍を有しているという。ローザンヌ国際バレエコンクール公式ウェブサイトではオーストラリアからの出場となっている。フッツ・カドリンユ。パリオペラザバレエ団の階級では一番下である。主にコールドバレエを踊るダンサーが所属する。フッツ・コリフェ。 パリオペラザバレエ団の階級では、カドリーユの上、筋の下で主に、コールドバレエを踊るダンサーが所属するが、作品によってはソロに抜擢されることもある。フッツ、スージェ。パリオペラザバレエ団の階級では、コリフェの上で主にソロを踊るダンサーが所属する。作品によっては、主役級を任されることもある。主事と表記される場合もある。 パリオペラ座の同僚ダンサージェルマン・ルーベと共に、モデル及びデモンストレーションダンサーとして出演した。ありがとうございます。